はい、こんにちは、ゆうじです。僕はですね、自宅用に HH ガスの水素吸入器を購入してから、もうすぐ6年になります。購入してからですね、ほぼ毎日のように、水素を吸入し続けて、そのおかげでですね、肉体的にも精神的にも、もう本当にいろんな、変化というか効果っていうものを感じています。なので、今回はですね、6年間吸入し続けて、得た、その効果について体験談形式でお話しできればなと思います。で、似たような、体験談はですね、ちょうど1年前ぐらいにもお話ししているんですけども、そこからまた1年経ってですね、アップデートした部分もありますので、そこを交えながら、いろいろと体験談をお話しできればなと思います。僕について簡単に自己紹介しますと、僕は水素吸入を5年以上続けていまして、おかげで肉体的にも精神的にも本当にいろんな効果を得てきました。この水素についての情報も水素業界に20年近く携わっている僕が今使っているメーカーの開発者の方から、この業界のもう最先端の情報から、裏の情報まで、もう多くの情報を学んでいますし、僕自身も、効果のないような水素サロンに通って、無駄なお金とか時間を使うっていうような、そんなような失敗もいろいろしてきました。で、このチャンネルでは、そんな僕が、この水素吸入で、最大限に効果を得られるために役立つ情報をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。では早速本題に入ろうと思うんですけども、じゃあどんな6年間、HH ガスの水素吸入をし続けたおかげで、変化を得てきたのかというとですね、肉体的な部分と精神的な部分、この2つのジャンルというか軸にお話しできればと思うんですけども、まず肉体的な変化ですね。一番大きな、わかりやすい変化としては、見た目の若返りなんですね。で、普段僕はこの YouTube 上では顔出ししてないので、本当かっていうふうに思われる方も当然いるとは思うんですけど、本当なんですね。で、今、僕39歳なんですけども、実際会うとですね、30歳ぐらいにと言っても普通に通じるぐらいは若々しく見られます。で、特にですね、この1年間の中ではですね、YouTube の視聴者様、特にメルマガ登録されている方々と直接お会いする機会っていうのがとても多かったんですが、やっぱお会いすると本当にゆうじさん若々しいですね、肌が綺麗ですねっていうようなことはやっぱり多くの方から言われました。そういう意味でもこの見た目の若返りっていうのは本当に自他ともにというか言えるのかなと思います。で、なんでじゃあそれ言えるのかっていうと、で、僕の30歳の頃の写真と見比べても、当時の30歳の僕よりも今の39歳の僕の方が30歳に見えるっていうぐらいやっぱ若々しくなったんですね。そういう意味で髪の毛も染めることなく真っ黒ですし、ほとんどその白髪も入ることなく、当然薄くもなってないし、むしろ濃いぐらいで、今髪の毛もそうですし、あとは肌ツヤですね。肌ツヤっていうでも、僕もともと乾燥肌がひどかったんですね。やっぱこの水素吸入を始めてからは年々和らいでいます。で、乾燥肌も本当にひどい時はですね、冬になるともう全身カサカサで、もう痒くて痒くてしょうがない、特に風呂上がりなんかはですね、もうヒリヒリしたりとか粉吹いたりとか、そのくらい本当乾燥肌がひどかったんですけど、この水素吸入始めてからは年々この乾燥肌っていうのは和らいでいきました。で、今年2024年の冬、今はもう暖かくなりましたけども、寒い1月2月3月ぐらいはですね、そのまさに乾燥肌のシーズンだったんですけど、今年は過去一でもう乾燥肌が本当に和らぎましたね。去年よりも今年の冬は乾燥肌がほとんどなかったなっていうぐらい、年々和らいでいます。これはもう5年前4年前3年前というふうに年々振り返ってみても、毎年その少しずつ和らいでいるっていうのは体感としてあります。で、あともう一つが花粉症ですね。僕もともと花粉症持ちで、本当にひどい時はですね、もう目がもう痒みが止まらない。で、顔もむくんで殴られたかのような腫れ上がっちゃったりとか、もう鼻も止まらないしっていうぐらい、もうひどい時はそんな感じだったんですけど、ここも年々軽くなってます。で、今年、今のところ全く症状として起きてないですし、もともと僕5月が一番、ピークなので、今年の5月がどうなのかっていうのはちょっと注目であるんですけど、去年の5月の花粉症ってやっぱ過去一で、和らいでましたし、でもこれも乾燥肌と同じように年々和らいでる部分だなと思います。あともう一つ分かりやすい変化としては、血液検査の肝臓の数値ですね。ガンマ GTP というもの、僕本当大の酒飲みというかお酒が大好きでですね、
ね、毎晩の晩酌が生きがいって言っても過言じゃないくらい本当に好きなんですけど、まあそうなるとこの血液検査した時のその肝臓の数値っていうのがちょっと引っかかったりしてた時期があったんですね。一番高い時で、基準が確か50以下だと思うんですけど、一番マックスで180以上高かったことがありました。でただですね、1、2年前、久々に血液検査したらですね、ガンマ GTP が55まで下がったんですね。でそのさらに驚くことが、年々飲酒量増えているのにこの数値が正常に近づいているっていうところが、あー、はい、びっくりしたところですね。それも水素吸入のおかげなのかなと思います。まあ近々血液検査また、やる予定でして、まあどうなるかがちょっと注目ですね。というのもですね、半年ぐらい前から僕ウイスキーにハマってしまいまして、でまあハマるとして僕本当に凝り性というか、とことん追求したい性格なのか、もう何しろもう暇さえあればその YouTube とかでウイスキー関連の情報収集して、興味あるものをなんか Amazon とかネットでポチって、家の在庫が増えみたいなんで、気づいたら今家に50本以上ウイスキーが並んでるぐらいなってしまったんですけど、まあ当然そうなると飲酒量もさらに増えっていうことになっているので、じゃあ今の状態で血液検査したらどうなるのかなっていうところもちょっと注目しているので、まあもしそれで数値が上がってたら、まあそれはそれで受け入れるしかないんですが、ちょっとどうなるのかっていうのがちょっと今僕の個人的な関心事の一つではあります。ただまあ、少なくとももう1年前調べた時にはガマ GTP っていうのがもうほぼ正常に戻っていたので、まあそれも水素吸入の効果としてはあるのかなと言えます。そういう意味ではですね、やっぱ飲酒した時そのアルコールの分解スピードっていうのもすごく速くなってるなっていうふうに感じます。で、だから、その二日酔いももうほとんど起きなくなったんですよ、深酒しても。もともとは、やっぱ飲みすぎると、翌朝、頭痛かったり気持ち悪くて、なんか一日ボームに振るとか、そういったことも結構少なくなかったんですけど、まあ今はもうほとんど、年にもう、ほんと1回とかぐらいしかないんじゃないかっていうぐらい減りましたね。ただ、実際、周りの人からも、ほんと酒強いですねって言われる機会が増えました。で、僕別に強い方ではないっていうふうには思っているんですけど、そういうふうに言われる機会っていうのはなんか増えた気がしますね。それっていうのもやっぱり、このアルコールの分解量がもしかしたら、この水素のおかげで早くなって、酔いが回りづらくなってるのかなと思います。で、それに関連するとですね、この水素牛乳って、疲労回復の効果もあったりするんですが、まあそれのおかげなのか、やっぱ疲れにくいですね。で、特に最近はですね、僕、ほんと趣味で筋トレだったりとか、あと武術をやってるんですけども、まあジムで筋トレして、で、そのまま武術の練習2時間とか、まあ合計もう3、4時間ぐらいぶっ続けで体を動かし続けてもほとんど疲れなかったりとか、まあ仮にその筋肉痛になったとしても、まあ治りやすいっていうんですかね。治りやすいし、なりにくいっていう風に感じてます。まあそのぐらいやっぱ体がだいぶでかくなったのかなっていうところも、もしかしたら水素吸入の、まあ、効果として、疲れにくいがゆえに、まあ、体のパフォーマンスが上がって、まあ、筋肉がつきやすかったりとか、まあ、体の運動能力の、向上にも、もしかしたら影響しているのかなとも思いますね。はい。まあ、肉体的なところとしては、まあ、ほんといろいろありますけど、思い当たるところとしては、まあ、今言ったようなことが多いかなと思いますね。で、あと、精神的な部分でやっぱ一番大きいところとしては、将来の病気に対する不安っていうのがもう年々なくなってますね。もう病気になるわけがないっていうような、その確信度がどんどん上がってるっていうんですか、高まっているっていうのが、一番大きな変化かなと思います。で、今はね、その二人に一人が癌になるとか言われていたりとか、生活習慣病とかいろんな病気が増えたりとか、医療費がどんどん上がっていたりとか、そう病気になるリスクっていうのが、上がっている世の中でありますけど、ただまあ僕はまあ年々この病気になるわけがないっていう確信度も上がってますし、もう本当、その心身の健康度合いっていうのが、もう本当年々上がってるんですね。もうすこぶる元気というか、まあ、そういう意味でもこの水素吸入のおかげなのかなと思いますし、まあ、一つのなんか心の拠り所というか、これさえあればみたいな、まあ、そういうところがまあ一つあるおかげでね、まあ、僕はお酒は結構飲む方であるんですけど、それでもやっぱこの水素を吸入してれば、まあ、体に負担がかかる好きなことをやったとしてもリカバリーできるっていう、まあ、心の拠り所があるおかげで好きなまあ趣味だったりとか娯楽に深く、まあ、楽しむことができるっていうのも水素吸入のおかげなのかなって思います。あとはこの水素吸入を、まあ、僕はもともと使う側でしたけど、今こうして水素吸入について、いろいろ、まあ、発信する側にもなってですね、水素吸入のことを知らなかった人にその水素吸入の魅力だったりとか届けることができて、でそれでなんか、ね、そのユージさんのおかげで本当素敵なご縁をいただきましたっていうので、本当良かったですっていうのを感じて、感謝いただける
ような機会っていうのも増えたりとか、まあ、その人に喜んでもらえる機会っていうのも増えたので、まあ、そういう人生の充実度っていうのも上がってるっていうのは、ここの水素金融と出会えたおかげだし、一つの精神的な部分の効果としては上げてもいいのかなと思います。まあ、他にも本当たくさんありますし、まあ、僕以外の方々でも、いろんな効果っていうのももう年々増えてはいるんですけども、じゃあ、水素金融だったら何でもいいのかっていうと、そんなことではなくて、不純物なく安全に、かつその耐久性ですね。まあ、本当健康って一生死ぬまで、多分付き合うものだから、こそ、まあ、その、水素金融っていうのも長くそれこそ一生レベルで使い続けられるような安全面も耐久面も効果面も申し分ないような水素金融機を選ぶ必要があるんですけども、残念ながらそうではないものっていうのもたくさんあるので、僕はですね、まあ運よく一生レベルで使い続けられるような水素金融機と出会いましたので、まあ僕はそれを経験を通じて得たことを、まあこういう YouTube でその必要としている人に届けられたらなという思いで発信していますので、まあもし興味があればですね、まあ、他の動画でもいろんな切り口でお話ししてますし、ぜひですね、ご覧いただければと思います。で、今回は以上です。ありがとうございました。最後まで動画をご視聴くださいましてありがとうございました。僕は水素吸入で最大限効果を得るために役立つ情報をこういう YouTube とか SNS を通じて発信しているんですけども、それ以外にもメルマガを運営しています。メルマガではこういう YouTube とか SNS で一般公開していない情報とか、あとは、まあ、ネットではなかなか拾えないそういうレアな情報、あとは僕が愛用している水素吸入器の、まあ、メーカーについての詳しい情報などを発信しております。もし、まあ、メルマガに興味がある方は概要欄に登録先のリンクを記載しておりますので、そちらからご登録くださいますようお願いします。で、今メルマガをご登録いただくとですね、特典というか、まあ、プレゼントということで効果を最大限得るための水素吸入器の見分け方のマニュアルとか、あとは知識をまとめた冊子をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にご登録くださいますようお願いします。